グロービス学び放題。バリューチェーン分析は事業活動を機能ごとに分類し、どの部分で付加価値が生まれているかを分析するフレームワークです。もともとはマイケル・ポーター教授が提唱しました。製品やサービスが顧客のもとへ届くまでには、研究開発、物流、販売、アフターサービスなど様々な事業活動があります。それぞれの事業活動を分けて、どこでコストや手間をかけて独自性を作っているかを分析します。そうすることで自社の優位性の源泉を探り、基本戦略の構築や改善に役立てることができるのです。それでは具体的に2つの業界のバリューチェーンを見てみましょう。例えば家電メーカーであれば、一般的には商品企画、材料、部品調達、製造、出荷、販売、マーケティング、アフターサービスといった機能に分けることができます。もちろんメーカーだけでなく、サービス業でもバリューチェーン分析が使えます。レストランチェーンであれば、商品企画、材料調達、店舗運営、マーケティング、調理、サービス提供などの機能に分けることができます。この分析では機能を分類することが目的ではなく、それぞれの活動の役割、コスト、事業戦略への貢献度を見ることが大切です。もし商品企画において自社の付加価値が高く、競合に対して優位性があると認識できれば、その機能に集中して差別化を図るといったことが考えられます。なお、バリューチェーン分析は業界構造の分析にも利用できます。業界ごとのバリューチェーンの違いを見ることで、決め手となる企業活動を浮かび上がらせ、業界特性や成功要因を理解することができるのです。